はい、どうも皆さんこんにちは。私、木野と申します。なんだっけ 赤ずきんの脱出ゲーム、続きから、始めていきたいと思います。今回は第5章ということで、家の中へ。いやー、めっちゃ緊張するね。やっと家の中に入れたわ。お邪魔します。ん？やっぱりいないのかしら。前に遊びに来た時とだいぶ雰囲気が変わっているわね。おお、ついに家の中に入ってきたわけですけど、すごいね、ずっと針金がレギュラーでいるんだけど。うわ、お、コインを見つけたわ。古いものなのかしら。橋が潰れているわ。なるほど、きっと何かに食い込ませるのかな。鍵がかかってる。見なかったことにしよう。この窓怪しくないですか。めっちゃタップしてるけど何も起きないや。紙、破られた紙があるわ。何も書いてないわね。擦る。違った手に入れることもできないね。傷跡。まさか狼。前に来た時はこんなのなかったと思うのだけれど。やべー、鍵がかかっていて開かないわ。なるほど。うち隣の方は見えないのか。はい、じゃあ次、左側。おお、あ、水車が見える。窓の裏、お、なんかある、なんかある。止めなきゃいけないの。お、壺の中に炭があった。ここが少し汚れているわ。なんか見えない？これなんか凸下上マイナス上みたいな、何かに使うのかな。鍵がかかってる。よし、右。うわ、新しい爪痕。小さな穴が開いているわ。また何かを差し込むのかしら。まあ、取っ手だろうね。鍵がかかってる。この感じはまた数字がいるね。ここも数字？どんだけ数字いるの？とりあえず、とりあえず、これを止めなきゃいけないんだよね。どうやって止められるの？何かないかな、使えるもの。この炭をさ、なかなか難しいな。このゲームはなかなか難しいな。家の中で解ける謎が一個もないんだけど。あ、やばい、来た。2152、どこかな。4つの数字が入れられるのはここか。2152、お、来た。鍵が開いたわ。お、鍵が使えそうな場所どこかにあったわね。いっぱいあったよ。とりあえずここは違うから、ここかな。どっちかっていうと。開いた。オイル缶、中には油が入ってる。中には油。え、もし蓋も開かないわ。どうすればいいのかしら。これね。よし、コインでオイル缶の蓋を取ったわ。ここから、
油を何に使うか。油ね、今なんか一瞬なんか見えた気がした。これ以外に、あれ気のせいかも。何今のあ、写真か。それはね、求めてないんだよ。この鍵はやっぱりここには使えないね。あの油を何に使うかだね。なんかいろいろ試しでやってたらね、針金を取っ手にできるって新しい技を身につけたんだけど。きた、油差し。中身は？これ中身、お、中身ない感じかな。よし、じゃあ油差しで油を入れたから、これで油を使える。さて、この油を一体どこで使うかだね。これか。よし。箱を手に入れた。またご丁寧に蓋が閉まっているわね。これをまたドライバーで開けて、え、嘘やん、嘘やん、マジで。マイナスドライバーじゃなきゃ。わかった。コイン使うんじゃない？来た。ですよね。来た。同じような鍵をさっき見つけたわね。これとこれのこと？お！435。これ、ここの扉開けちゃうの？鍵が開いたみたい。めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。ちょっととりあえず、じゃあ次の章まで行きましょうか。うわ、やばい。扉の向こう、第6章。真っ暗だわ。ほとんど見えないわね。これでどうやっていろいろ探せばいいのかしら。おお、ああ、持ち物が全部なくなってる。電球がないわ。このランプがつけば、この部屋も明るくなるかしら。なるほどね。ランプって書いてある。これは？ああ、もう。なんかさ、線が見えるのが気になるね。とりあえずこれ右左側もいけるね。ああ、暗くて何も見えない感じなんだ。そんな
安順能っていうのがあるんだよ、世の中には。じゃあさっきまで見つけたやつとかはどこに行っちゃった系ですか？また探すの？油差しは油差し。わかった。これの形と一緒だね。だからレバーが上下そのまんま下。よし。上下そのまんま下。上下。来ましたね、鍵。鍵を手に入れたわ。これでようやく会えるわよね。誰に？ないね。もしかしてこれ開けてもいないんじゃないの？鍵が開いたみたいね。緊張の一瞬。寝ていたのかしら。体の具合はどう？ハムとブドウ酒を持ってきたわ。起き上がれる？久しぶりだね、赤ずきん。具合が悪くて寝ていたもので、ちゃんと出迎えてやれなくてごめんよ。いえ、いいのよ。しっかり休んでくれなくちゃ。このさ、まだおばあちゃんっていう設定を話してないんだけど、おばあちゃんでいいのかな？優しい子だね。元気にしていたかい？ええ、この通り元気よ。そうかそうか。お前が元気そうで何よりだ。ええ、ところで少し見ない間に変わった？おや、どの辺が変わったかな？例えば、耳が大きくなったわ。おお、お前の声がよーく聞こえるようにさ。それに手がとっても大きいわ。見えるのかな？大きくなくてはお前を抱っこできないからね。目が大きくて光っているわ。お前をよくよく見るためさ。お口がとっても大きいのね。あ、やばい。それはね。おっち、もしや最後はお腹の中。間違えた。お腹の中からの脱出かな。最終章、赤ずきん。今のは狼の遠吠え？わあ、イケメン。思わぬイケメンなんですけど。目が覚めてしまったか。それにしても今の狼の遠吠えは何か嫌な予感がするな。何、突然のハンター目線。鍵がかかってる。私のベッドだ。そろそろ干さなくては。いやーイケメン。立て付けが悪くなったか。つながった。こんにちは、漁師さん。あ、こんにちは、サギさん。先ほど狼の遠吠えが聞こえてきたようだが。うん、僕も久しぶりに聞いたよ。今日は満月だからかな。被害者はいるのか？さあ。ああ、でもさっき小さな女の子の赤ずきんが一人で森の奥へ行くのを見たよ。僕は危ないよって注意したんだけどね。なんだって？そんな無茶な。彼女の安全を確かめなければ。優しいイケメン。
これがここか。お、ウルフ。これは一体何なんだ。何かヒントか。ウルフでしょ。これかな。気がしてきた。もう一回。WOLF だもんね。あ、わかったぞ。410。あ、違うかな。もう一回挑戦してみる。横から見ると WOLF になるんだね。よし、鍵がいた。来た。私の愛用する斧だ。見かけによらずとても頑丈にできている。来た。こっちは開かない。さすがに斧ではダメか。ないし、この斧どこで使うんだろう。門が開いている。赤ずきんの子は森の奥へ行ってしまったのか。急がなければ。いつも使っている井戸だ。ん？何かを引っ掛けられそうだな。幅の太くないものなの。おお、新しいね。おさちゃん、赤い実にも反応しない。あ、なんか何もなかった。何もなかった。お、すまない。先ほどここを女の子は通らなかっただろうか。はあ、はあ、通ったね。一人でも平気だと言っていたからね。こう通したよ。そうか。急がなければ。いいな、こんなイケメンに助けられるんだったら私も森に迷いたいわ。水車だな。この辺りは特に何もなさそうだね。よし、これは爪の傷跡？おお、全部開くようにはなってるね。あ、え？いるじゃん。これは間に合わなかったか。誰だ。え、誰だ。なぜ勝手に入ってきた。今すぐ立ち去れ。犠牲者が出ているんだ。このまま帰るわけにはいかない。立ち去れ、立ち去れ。おう。目の前に倒れた狼男はビクビクっと痙攣した後、やがて動かなくなりました。漁師さん。漁師が顔を上げると赤ずきんが体を起こして漁師を見つめています。え、これは漁師さんが。赤ずきんが横たわる狼男を見て聞きました。漁師はうなずき、赤ずきんと一緒に森から出ようと手を差し出しました。そして二人で家から出ようとしたその瞬間、おう、あー、今日も満月の夜、森から狼の遠吠えが聞こえてきます。ノーマルエンド。いや、これは赤ずきんちゃんと狼男さんの何か関係がありそうだね。
反省してる。うわぁ、マジか。マジですか。謎を解かないと、トゥルーエンドに行けないのかな。ちょっとじゃあ一旦止めましょうか。はい、ですね、まあ、何個かエンディングがあるらしくて、まあせっかくなので、今回のパートでは、バッドエンドも一緒に、見ていきましょうかね。とりあえず、もうなんか、まっしぐらに、狼に襲われれば、バッドエンドになるらしいんですけど。なんで、狼に襲われた瞬間に、何もしない。さっき私タップしちゃったから、多分、なんかあったんだと思うんだけど、ここで何もせずに、見守る。普通に襲われると、バッドエンド。あなたは死んでしまいました。バッドエンドのカードを手に入れました。ということで、今回は、ここまでにいたします。次回最終回なんですけど、まぁ、ちょっとあっという間に終わっちゃうかもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。